どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなは新火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、ということで本日は私ですね、東京は豊島区大塚にやってまいりました。なんかね、とんでもない激辛油そばがあるということで、ちょっとね情報チェックしたんで、今日ね大塚にやってきたんですけれども、もう今もう5月中旬ですからね、徐々にもう気温も暑くなってきてね、結構暑くなってくるとラーメンより冷やし中華とかね、ちょっとこうラーメンから離れがちになりますけども、今回ね油そば、まあちょっとラーメンだとね暑くて食べね、暑いなっていう時はね、あんまちょっとラーメンとか食べないかもしれないですけど、今回ね油そばなのでね、これからの季節で本当にねたっぷりでございますと。結構辛そうな、油そばで、まあ、マキって呼ばれる、魔王の魔に鬼と書いてね、マキ、ちょっとあの向かっていきたいかなと思うんですけども、ちょっとだけ宣伝させてください。皆さん携帯代高くてちょっと困ってたりしませんか？楽天モバイルですと月額2980円で、ギガ数無制限でネット使い放題、専用の電話アプリ使うと無料で電話できますので、もし気になる方はね概要欄下に、楽天モバイルの情報入れておきますので、ぜひチェックお願いしますということで、もうお店近いんでね、ちょっとあの向かっていきたいかなと思うんですけども、紹介します。本日のお店がこちらです。ドン、大塚駅からもう徒歩5分にあります麺屋帝王でございます。巻き油そば、どんなもんかちょっと楽しみなんでね、早速中に入ってまいりたいと思います。 Let's go。 口食べてる、ゾムの口に一口二口、はい、食べたらもう、はい、無理。はい、ということでこちらが来ました、巻き油そばでございます。いかにも辛そうな油そばでございます。こんにちは。中国の唐辛子とかをいろいろこうブレンドして、辛くしてるそうで、ここでねひき肉、ネギ、いろいろあとラー油とか、いろいろね香辛料使ってます。本当に挑戦した人の中にはですね、もう二口で食べてもう無理ですとか、それぐらいなんか結構辛いらしいんですけれども、ちなみにこちらの店主さん、巻き油そば辛くて食べれないそうです。はい、辛いの好きなんですか？いや、好きだけど、はい、あんま所詮強くないし。食べれますこれ？食べれないよ。食べれないそれぐらい辛いということで、果たしてねどんなもんかちょっと楽しみでございますということでね、早速食べてまいりたいと思います。いただきます。さあ、巻き油そばお手並み拝見ですということでね、さあ楽しみだ。どんなもんかいたお手並み拝見でございます。じゃあね、まずちょっとこうスープをちょっとチャッとこうすくっちゃおうかな。うん、よし。ちょっと舌先に触れるだけでこうビリッときますけれども、続いて麺をリフトアップして辛いタレを麺に絡ませながらいただきます。すすったら危ないですね。強烈、辛いね。もう汗が吹き出してまいりました。魔の鬼と書いて巻き、まさに鬼のようなメニューでございますね。箸を止めたらこれ持ってかれるぞ。弱気になったらこれダメ。時間がいこう。タレが濃厚で美味しいですね。口の中が激痛でございます。チョーラー、チョーラー、
すごいね、特になんかそのね、ハバネロとかブートジョロキアとか、そういわゆるね、そういう唐辛子を使ってないんですけど、そういう唐辛子抜きでここまでの辛さはなかなかないですからね。ラスト一口。あと食べさせるんじゃん。ごちそうさまでした。はい、ということでね、巻き油そば食べ終わったんですけどもね、食べてる時より今の方が結構ビリビリしびれる。ハバネロとかね、ジョロキアとかそういったね、いわゆる激辛唐辛子を使ってないでこの辛さって結構びっくりしました。激辛唐辛子特有のね、苦味がこれにはないんでね、辛いんだけど食べやすい。ハバネロとか使ってない分食べやすいですね。食べれば食べるほど激辛耐性ついてくると私は信じておりますんでね、これからもね、僕と一緒に皆さん激辛料理いっぱい食べていきましょうということで、本日も長らくご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、ベルマークの通知設定もオンにしていただくとね、僕の他のゲイカー動画見逃さずにねチェックできますので、ぜひベルの方オンにお願いしますということでね、それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。